Thank you.
グエンドリン。眠っている。間に合ったのか。我が宮殿に押し入って堂々としたもんだ。だが私の妃にそれ以上近づくな。ならず者。お前の妃だと。目覚めれば魔法の力で私の虜となる。いずれはここで生まれ変わり、私の一族として生きていくのだ。させるものか。大地を流れる熱脈の主のこのオニキスの花嫁となるのだ。魔王の娘なら我が権力にも見合う。彼女にとっても喜ばしきことだろう。オーダインといい、権力者というのは実に勝手なものだな。お前の権力欲を満たす道具だというなら他で見繕え。グエンドリンは返してもらう。白馬の王子を気取ってお姫様を連れ去ろうというのか。それより自分の心配をするがいい。お前の影から漂う死の匂いが私の気分を害させる。死の国でふんぞり返るあの女の匂いだ。お前の前にいる炎の国の権力者はとても寛容ではいられない。腹の底から怒りが湧いているんだ。予言に描かれる真の姿をお前に見せてやろう。Ha ha ha!
前に渡すぐらいならいっそのことこの手で彼女に触れてみろ。うなる間もなく一撃でお前を消し炭に変えてやる。くっ、納得できない。お前に我らを引き裂く権利などあるものか。卑しい盗賊のように力ずくで奪うのか。私のこの思いの行方はどうしたらいい。恋というこの身を焦がす魔物を鎖につなぐなど到底できぬ。この胸の苦しみをどうやって耐えろというのか。突然現れた無礼者に宝を奪われ、どうやって。お前の言葉はそのまま俺の言い分だ。つけでも何でもして起こしてみるがいい。だが愛されはしないぞ。彼女は魔法で眠らされただけだ。魔王オーダインがここに来てそう告げた。心を自由にする魔法は最初からかかってなどおらんのだと。お前が彼女を起こさなかったのは心を得られないからなのか。そうだ、目覚めれば飛び去るだろう。
ならば眠らせたままこの手のうちに置く方がよい。何？そうか、彼女の心は自由にされたりはしないんだ。よかった。炎の王、礼節を書いたことは詫びよう。そしてその苦しみに少しでも報いたい。オニキス王が望むなら一度だけ王のために剣を振るおう。俺にできるのはそれだけだ。そんなことで私のメンツを埋め合わせようなどと。もう一つ覚えておいてもらおう。俺の目の黒いうちは彼女に近寄らせはしないぞ。目覚めた君は俺を見てどう思うだろう。憎むだろうか、そして去って行くのだろうか。どんなに思い悩んでも意味はない。もう心は引き返せない。君がどんなに俺を打ちのめそうと、先には後悔しかなくとも。見たいんだ、開かれた君の瞳に俺が映るの。聞きたいんだ、この柔らかな唇が俺の名を呼ぶの。ほんのひとときでも君に笑顔が灯るなら、それだけで俺は生きていける。もう誰の支配も受けない。これからは俺の意志で、君のために。コルネリウス様、そんなにきつく手をつかまれては。許してください。引き寄せずにはいられないのですけれど、もう行かねば父上が待っている。またここで会ってもらえるでしょうか。お待ちしています。その約束を生きる糧に、今はひとときの別れ。俺は気に入らないな。イングベイ、あなたたちひどいわ。いつからそこに。諦めがつくようにあいつをカエルにでも変えてやろうか。目を覚ませ、あいつは王子、俺たちはさまよい人だ。お前に語る愛など知れている。ひがむことはなかろう、イングベイ。バレンタイン王の血を引く着手たち、お前たちは生き残った最後の王。いずれは国を再興し。やめろ、スカルディ。行ってウルズールに守備よくやると伝えてくれ。
王だと？王女の火遊びでできた死生児を祖父の血まみれの椅子に縛ろうというのか？こちらから願い下げだ。そんな風に言わないで、お母様を。ベルベット、忘れているようだな、あの女の呪いを。忘れてなどいません。いや、忘れたな。さあ、もう一度読め。母が死の前に書いた手記を見ろ。はっきりと記されている。逃れられぬ呪いと死が俺たち二人に降りかかると。未来を予見できるほどの魔法の力を備えた母は俺たちの死を望んでいるのだ。先に母を捨てたのは私たち。恨まれても仕方がないわ。捨てなければ一緒に処刑されていたあの狂った王に。だがその方がマシだった。少なくとも母親に呪われる悪夢など見ずに済むからな。まだその言葉通りに災いが起こるとは限らない。お前も母やハインデルのように予知でもやるというのか？すまない、ベルベット、言葉が過ぎた。もう行くよ。これを持っておけ。我が子らよ、いずれ逃れられぬ呪いと、呪いと死が二人に降りかかる。お母様。私の眠りを妨げるのはなぜかね。予知の力を持つあなたから答えを授かりたく参りました。残念だが何も得ることはできまいよ。何を語ったところで言葉にとらわれて妖精も人間も語られる本質を見誤る。先を見るのはもうやめてしまったのだ。私はバレンタイン王の血筋。あなたは王家と古くより親しい間柄だと聞いています。羊は人間の糧であり友ではないように、竜の友が人間であったためしはない。なるほど、お前がベルベットだな。いずれ来るのは予知していたよ。もうそんな頃合いになるのだね。私を予知していたなら願いもお分かりでしょう。お前の母の言葉にあるように死と呪いは終焉に定められている。だが恐れるには値せぬ。どんな生命も死からは逃れられぬ。命を終える時には世界も閉じるのだ。私のこれからをご存知なら終焉の解釈を議論しても無意味でしょう。もっともだ。
教えてください。私たちの未来を。すでに全ては予言の中に記されている。私が付け加えるべき言葉はない。取るべき道はいずれお前の死が示すだろう。私の先生は終焉は避けられぬ。だが運命は違えもする。変えられるというのですか？私の命はその導きのため。自身は報われぬとしても役目は演じねばならない。予知の通りに妖精の国に住む黒い剣士がこの首を取るまでは思うように運命に抗うがよい。それがお前の終焉での役割なのだ。お前はもう一度ここに来る。その時は私の亡骸に頼るがいい。我が友人が応じてくれよう。さあもう行きなさい。私の終焉はすぐそこまで来ている。処刑前の罪人にさえ祈りの時は与えられるものだ。私のまどろみを妨げてはいけない。ベルベットさん、ちょうどいい。この大陸エリオンに我らはたちまち最盛期では。クロイツ先生。ん？あら、ベルベット様、こちらにいらっしゃるなら、あの森のお城、広いですが。立派なお城だけど。皆はベルベット様とイングベ。先ほどのお話ですが、大陸にはいくつかの予言が伝えられています。どの予言も世界の終焉と獣、炎、死の王、大釜、竜の5つの最悪について語られております。我が国に伝わる予言も同じく。イングベイと机を並べて先生に習いましたが。ベルベット様、やはりお二方を救う答えなど私めは持ち合わせておりません。クロイツ先生、どの教師も子供を相手には曖昧たぎな言葉で助裁なくやるものじゃよ。スカルディ、ベルベット様の知り合いですかな？バレンタインの始祖が流れ着く以前から終焉の予言は多くの文献に残されておる。新興国の見よう見まねの予言より確かなものじゃよ。我が国の知識を模倣と申すのか？大陸の多くの予言を我がタイタニアのガロン王が叙事詩としてまとめた。終焉の真意は叙事詩にこそある。それはどこにあるの？見てみたいわ。詩編はバラバラになってすでに失われております。一部が口伝で伝わっている程度。それこそ曖昧じゃ。自分に分からぬ言葉は分からぬと認めた方がよかろう。賢者は総じて言葉を尊重するものじゃよ。そんな調子では答えには永遠にたどり着けまいよ。貴殿は議論ではなく喧嘩をお望みと見える。ああ、めまいがするわい。気をつけなされ。怒りはおつむの血の巡りを悪くしますからな。御仁の博識に礼をして私は去るとしよう。先生、ひどいわ。スカルディ、真実を申したまで。事実叙事詩通りのことは起こるでしょう。全文を読む方法はないのですか？
全容を知る方はガロン王だけであろう。だがガロン王は冥界の獄舎で今は囚われの身。あなたはいつか死の国へ行けると言っていた。行きましたも。私は真実が知りたい。終焉の全容を叙事師が示しているのなら連れて行って差し上げよう。だが忘れてはなりません、魚を釣るにも針に餌は必要だということを。何が望みなの。なーに、この年寄りの望みはちっぽけなもの。本一冊、変身の書をお借り願えれば。おじい様直筆の魔道の秘宝、あれは王国の宝。私の持ち物ではないわ。少しお借りするだけでございますよ。仕方がありません。ではすぐにでも参りましょう。気の変わらぬうちに。
は誰にも渡さんぞ。どうして手伝ってくれないのです？いきなり姿を消して。約束通り九段の書をお借りしましたが、風化の呪いに関する部分が破られておりました。これではこちらも全て面倒を見るわけには参りませんな。イングベイの仕業だわ。本を破って持っていくなんて。あまり時間がない。女王に捕まればここから出られぬ。この辺りに王の牢があるはず。温かい血の匂いがする。生きた人間か。おお、タイタニア王、私めにございます。悪魔の猿がいい。お前たちを申し出なら断ったはず。
おう、お断りになろうとも、いずれあなた様をお救いいたします。ですが、今日は違う要件で参ったのです。エリオン叙事詩をまとめたあなたに、終焉を問うために来たのです。その体から香る血の匂いは覚えがあるぞ。確か。バレンタインの王女、ベルベットです。あやつの孫だと。それぞれの詩編からなる予言の全容をお教えください。知って何とする。呪いと死から逃れるために運命に抗います。いかん、死神どもに聞こえる。世の頭にも手元にもこれだけしか残っておらぬ。あとは他を探すがいい。お前が世界を救うことを夢見るとしよう。来たな。女王を気取る死にくめがまた世を苦しめるために。お黙りガロ。獄者への面会を許した覚えはないぞ。冥界の女王オデット。お前、バレンタインの人間だと。私の子供たちが怒りで逆流しそうだ。お前たちが王と呼ぶ罪人めが私の目を盗み、ミミズのように地上に這い出しおった。おじい様が。お前たちの重ね重ねの無礼、その体を引き裂くぐらいでは収まらぬ。
神たちが集まってきている。すっかり囲まれてしまった。バカな娘じゃ。女王を怒らせては逃れられまい。あいつは、この暗い冥府で見まごうたぞ。恋しいあの人に、お前の母に、我が娘ベルベットよ。王代、この男が母を狂わせた。人体と剣と骨切れとの半端者め、消え去らねば墓穴へ叩き込むぞ。罪人大大王よ、許されぬぞ。この女、警告はしたぞ、グズどもめ。またしてもお前か、大大王。そうだと、見鎖どもの女王よ。その手に接吻は願い下げるが、お前の庭ではわきまえて少し控えるとしよう。盗っ人が何をわきまえるだと。私の宝石を振り回しておきながら。冥界の結晶は実に役立つものだ。お前が持っていても宝の持ち腐れよ。闇を払い、小生と見まごう。このサイファーがある限り勝ち目はないぞ。わしらに手を出すなら、この墓の底をさらってやる。お前に安らかな死などあると思うな。では行こう、ベルベット。寄らないで。やはりあなたに助けられるなど。どうかしているわ。私、見よ、死神どもがしびれを切らしている。怯えずとも何もせぬ。死の国の出口まで連れて行くだけだ。あの娘が大大人の娘とは。わしも早く逃げよう。これはいいところに、我が国を襲ったあの。
魔王軍と妖精軍、我が国との戦争で疲弊した魔王軍を妖精軍が下し、一旦は引き下がった魔王じゃが、妖精たちがコルドロンを操るティトレルの指輪を見つけたことで、この場所をめぐる長どうした？地上の嵐と来たら。何でもコルドロンを中心に巨大な魔力が未だに渦をなしているとか。きっと結晶。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？しました。以上でよろしいでしょうか？ありがとうございました。こんにちは。いやー、儲かり。でも妖精の国も。